そのべさは、福島県いわき市出身の元プロ野球選手、宇と右打ち。なこそ第一小学校5年生の時にソフトボールを始めると、なこそ第一中学校では、軟式野球部のいわき商風クラブに所属。全国大会では、準々決勝への進出を経験した。内田康人は、同クラブでチームメイトだった。商工学院高等学校への進学後は、 一年次から四番打者に起用。二年次の春から三年次の夏までは、四期連続で、阪神甲子園球場の全国大会へ出場した。二年春の第84回選抜大会では、四番一塁手として2試合に出場すると、通算打率429、1打点を記録。夏の第十四回選手権全国大会でも、四番 一塁種として2試合に出場すると通算打率501本塁打4打点という成績を残した3年春の第85回戦抜大会では3番一塁種として3試合に出場すると打率4171本塁打3打点1盗塁をマーク夏の第95回選手権全国大会では4番一塁手。 として2試合に出場するとともに、打率、501打点という成績を残した。野球部には1学年先輩に、岡野雄一郎、1学年後輩に800番拓丸がいる。高校時代は一時右肘を痛めながらも、対外試合で通算59本塁打をマーク。3年夏の選手権全国大会終了後には、第26回トリプル A 世界。 野球選手権大会の日本代表選手に選ばれた。大会では、主に5番打者で起用され、ベネズエラ代表戦、キューバ代表戦、アメリカ代表戦で、それぞれ敵地打を放つなど、通算で7打点を記録した。2013年の NPB ドラフト会議で、オリックスバファローズから4巡目で指名。契約金4000万円、年俸550万円という条件で入団した。 入団当初の背番号は44。2014年にはウエスタンリーグ公式戦で6月までには本類打を放った。しかしシーズン中の8月に右肘の肘等閉鎖不全反転骨移植手術を受けた。実践への復帰までに4ヶ月を要するほどの手術であったことからリハビリへ専念することを前提に10月28日には 球団から支配下登録選手契約の解除を通告された。11月26日には育成選手として再び契約し、背番号を124に変更することが発表された。2015年には育成選手としてウエスタンリーグ公式戦44試合に出場。通算打率は110で本塁打を放てず支配下登録選手への復帰には至らなかった。 2016年にはウエスタンリーグ公式戦65試合に出場すると2軍の日本人選手ではトップの9本塁打をマーク。14試合に出場した6月には打率308、5本塁打、10打点という好成績でリーグの月間 MVP を受賞した。7月1日に支配下登録選手契約へ移行すると背番号を00へ変更し、 プロ入り後初めての出場選手登録。7月3日の対千葉ロッテマリーンズ戦に、6番、指名打者として、スタメンで一軍公式戦へのデビューを果たすと、2回表の第1打席で一軍公式戦初アンダ7回表の第4打席で決勝の敵地打を放ち初打点を記録した。7番、指名打者として、 スタメンに起用された9月18日の対福岡ソフトバンクホークス戦に出場すると9回表の第4打席で1軍公式戦初本塁打をマーク。1軍公式戦全体では16試合の出場で打率204、1本塁打、6打点という成績を残した。2017年には背番号を44に戻したが1軍公式戦への出場機会はなかった。 ウエスタンリーグ公式戦には84試合に出場し、杉本博太郎に次いでチーム2位の7本塁打を放つ一方で打率は183にとどまった。2018年にはウエスタンリーグ公式戦74試合の出場で5本塁打、31打点、打率224を記録したが2年連続で1、軍公式戦への出場機会がなく、 10月4日に戦力外通告を受けた。NPB 他球団での現役続行を希望し、11月13日にはシートバッティング形式の NPB12 球団合同トライアウトに参加。5人の投手と対戦したが、1支球を含む無安打という結果で終わり、NPB 他球団から獲得のオファーを受けるまでには至らなかった。12月2日付で、 NPB から自由契約選手として講じ NPB12 球団合同トライアウトで JXNEOS 野球部から入部のオファーを受けた園で2019年1月21日に入部を発表同年の第45回社会人野球日本選手権大会でオリックス一軍の本拠地京セラドーム大阪へ三年ぶりに登場すると7番一塁手として スタメンで臨んだ日本製鉄鹿島との2回戦でオリックス時代に放てなかった堂々ムでの安打とチーム唯一の得点を記録した。その後12月に現役引退がチームから発表された。好きな選手はマニーラミレスで打撃フォームを参考にしている。ありがとうございます。